どうもこんにちは。こんにちは。武です。ケイです。今日はね、エビのマリネの包装焼きを作ります。包装焼き。やっぱね、焼くんやったらガスじゃなく炭火焼きでしょ。炭火ね、本当に香りがついて美味しくなるからね。そう。せっかく外でやるからね。炭火でやるってのも一つの楽しみだよね。そうだね。うん、ではね、一本一本エビを丁寧に焼いていきましょう。焼いていきましょう。では早速やります。やります。レッツゴー。じゃあね、エビのマリネに使うこちらのカラーピーマン、こちらをね、みじん切りします。すごいね、これ黄色2つに赤1つ、バランスがいいね。バランスがこの地面で調理っていうのがいいよね。なかなか斬新野生味あふれる感じ。野生や僕たちは原始人。とりあえず半分に切ります。半分に切ったらね、こちらのこの種と本軸ね、手で取っちゃいます。いやね、取れたんでね、次はね、こちらの赤ピーマンも同じようにやります。まあ1個もいられないのでね、半分使用します。じゃあこちらをみじん切りに切っちゃいます。とりあえずスライスね。まあスライスにした方がみじん切りにできやすいので、並べてみじん切りしちゃおう。ではね、袋に入れていきます。あ、こぼれちゃったしゃあない。こちらのキーピーマンもスライスしてみじん切りにしちゃおう。じゃあみじん切りできたんで、こちらも袋に詰めちゃいます。あとでね、この袋の中にエビを入れて、このピーマンとタレを漬け込んでいこう。じゃあ最後にニンニク、こちらもピーマンと同じでみじん切りにします。まあ、こちらもね、スライスしてみじん切りにします。あ、切れてねえわ切れてねえわ。ニンニクみじん切りできました。できたらこちらのスキレット鍋にニンニクを入れて、オリーブオイルで香りを立たせます。ニンニクスキレットセット。セット。エクストラバージンオイル。ニンニクを焦がさないように低い温度で炒めます。これがいい匂いするんだってな。いい匂い、やばいな、たまんねえ。だいぶね、香りが出てきたんでね。ええ香り、いい香り。じゃあね、これをね、火から離して地面に置いて冷ます。じゃあね、待ちましょう。ではね、オリーブオイルが冷めたんでね、先ほどのパプリカと合体します。合体おい乗ってた。これは無理か、無理かもしれない。熱心合体ゴー。パプリカオイル、よし、よし、オッケー。こんな感じ、こんな感じ、すごいっしょ。バジル、これをね、投入させます。これがね、ええ香りなんてな。よし、こんなもんかな。
うん、いいね。いいね。で、ごめん、また。ピエさん。ワイの出番や。ワイの出番や。塩コショウな。塩コショウ。どんなもん多め？オッケー。塩も入れて。オッケー。で、混ぜる。最後にオリーブオイル。おいオリーブオイル。たらー。もっともっともっと。いい、もっと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 。ナイス。ナイス。よし、オッケー。そしてエビ、エビ780円。あ、取っちゃいます皮は。取るんや。じゃあ僕も。背わたとかはいいの？背わたとかはいいです。じゃあ剥いたやつこんな感じ。これを入れる。インダバイン。まあとりあえずひたすら剥いて入れていこう。でね、エビが全部皮むけてこちらにインしたんで10分ぐらい漬け込みましょう。アスパラガス、なんかエビだね。サービス買ったんでこちらも焼いてエビと一緒に食す。こちらのアスパラガスをダイレクトに焼いていこう。熱い。熱いわ。染みてる。うん、染みてる。染みてる。おお、これやばいわ。火力が強すぎる。こんなもんすごい。危ねえ。ちょっと落ち着いたか。ああ。大変やったな。怖いな。ああ、でもいい匂い。いい匂いする？うん。アスパラもええ感じに焼けてるよ。じっくり丹精に焼いていますよ。しゃあ、エビとアスパラが焼けたんでね、皿に移しましょう。先ほどのね、漬け込んだタレをエビにかける。プチトマトを置いて完成です。では早速食べていこう。よし、じゃあ完成しました。完成しました。いただきます。いただきます。とりあえず一つ食べてからこちらのパセリを。ああ、追加でね。追加でこんな感じ。いただきます。うん、どう？うん、おいしい。香りついとる。香りついとる。うん、うまいよ。ではいただきます。うん、おいしい。おいしい。うん、ほんのり塩は効いてね。うん、ブラックペッパーもアスパラ。うん、うん、シャキシャキがうまいね。うん、おいしい、うん、でね、パセリをかけたらね、もっといい匂いしますよ。うん、こんな感じね。いただきます。あー、香る。うん、何も言えない味です。何も言えない。美味しすぎます。
プチトマトはな、普通のプチトマトでな、うん、何も味付けてないで、今回そのまんまやからそのまんま、そのまんま食べて、あ、一緒に食べるとうまい、おいしい、うん、ちょっと酸味が追加されて、マジで、うん、はい、ということでごちそうさまでした。ごちそうさまでした。いや、美味しかった。美味しかった美味しかったっす。もうなんかね、うん、簡単だけど、うん、食べやすくて作りやすくて、うん、うん、まあ調味料もね、もっと塩コショウだけなんでね。確かに味付け塩コショウだけだからね。うん、うん、楽っちゃ楽やね。楽だね。まあちょっと日も落ちてきたし、そうだね、いい感じになってきたから、そろそろ片付けて帰りますか。帰りましょうか。ということで、ご視聴ありがとうございました。ありがとうございました。今回のね、エビとマリネの香草焼き、皆さんどうでした？やっぱいい匂いしますよねぜひね、皆さんもね、簡単なんでね、作ってみてください。どうぞどうぞ。この動画が良かったら高評価、チャンネル登録、こちらね、あとね、コメントもよろしくお願いします。書いてください。じゃあまた見てね。バイバイ。